皆さんこんにちは。ホームブリッジの始まるスタジオトライアル1月23日スタートします。はい、今日はですね、なんと下北沢に来てまして、はい、で下北沢で皆さんにご紹介したいところがありまして、はい、来てます。はい、ここですね、アンティークの着物のレンタルや、買うこともできるショップでして、はい、皆さんご紹介したいと思います。はい、では下北沢から、はい、下北沢の駅からですね、歩いて3分ぐらいのところに、キミコちゃんがお出迎えをしてくれます。ピエンのキミコちゃんです。はい、じゃあ早速行ってみましょう。行ってみましょう。細い道ですね。小さいお店がたくさんあるのが下北沢っぽくないですか。そうですね。階段登ります。はい、なんか可愛らしい入り口です。お、アップにしてみましょう。公園のマークもありますね。キエンさんです。じゃあ入ってみます。はい、こんにちは。こんにちは。お、すごい、早速着物がお出迎えしてくれてます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。店主さんです。よろしくお願いします。小田島さんです。よろしくお願いします。じゃ着物着せてもらうんですかね。そうなんですよ。いろんな着物がたくさんあってすごいびっくりなんですけど、おい、こっちが、はい、全部着物ですね。で、普段着のコモンっていう、コモン、はいはい、コモンっていう種類、コモンっていう種類なんですね。コモンは普段着。これ普段こういう素敵な着物を着るんですか。そうですね。うんうん、普段着の着物から、うん、冷装の着物からいろいろ種類があります。へー、すごい素敵。あ、こんな素敵な帯を、いいですね。あ、こんなの着たいですかね。これも似合いそうですけど、せっかくだったら、うん、古典柄、うんうん、してもらいたいんですね。普通の花柄じゃなくて、うん、こちらなんかですと、うん、菊に他にもいろんなこう江戸小紋っていう江戸の柄、柄がいろいろ入ってるんですよね。なので、うん、これはちょっと面白い。確かに確かに、和って感じですね。本当古典ですね。はい、いいですね、その例。ていただいて、ちょっと変身、ぜひ髪の毛ボサ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 なので、髪もやってくれるんですか。はい、一応、営業時間中は着付けにヘアスタイルがサービスについてきて5000円なので。お、はい、すごくないですか。すごい。着付けも、はい、髪の毛もやっていただいて5000円。そうですね、着物はお持ち込みとかでも、うんうん、ご自分の持ってるものでも。へえ、あ、変身してもいいですかね。いいですよ。じゃあぜひお願いします。じゃあ15分ぐらいですかね。はい、お、15分で変身ができるんですね。はい、大丈夫です。じゃあ15分後にまたお願いします。はい、行きます。戻ってきました。いいでしょうかね、もうね、戻ってまいりました。お、どうですか、どうですか。いいじゃないですか。なんか結構な変身プリ、変身プリですね。どうですか、どうですか。こっちのアフターの方がなんかお綺麗に見えるんですよ。どうですか、どうですか、どうですか、どうですか。ちょっとやばくないですか。やばいですね。やばいか。ちょっと一周しちゃってもいいですか。はい、いいですよ。すごくないですか。素敵。めっちゃテンションが上がるんですけど、上がるんですけど、めっちゃ緊張しました、逆に。おお、すごいですね。15分でこんな変身できるなんて。そうなんです、髪もやってもらったんですよ。見てください。いいじゃないですか。私が下北沢で迷ってる時にこの帯とこの柄との合わせ方も素敵じゃないですか。いいですね。
すごいアンティークなもので、こんなにも品が良くなったって自分で言うのもあれですけどこんなにもたくさんあるので、今度は絶対違うのを着て私デートに行こうかなって。お出かけしたくなりますね。そうなんですよ。素敵です。へー、どうです、いっぱい着たくなっちゃうね。そうなんです、他のもすごい着たくなりますね。でもこれを5000円で着付けと髪をしてもらって、あとはレンタル料でしてくれる、レンタル料とこの購入って購入もいろいろありますから、あのどんなあの金額重視なのか、ご希望言っていただければ、購入もまああの1万円ぐらいの、ですよね。お直しもしてもらえるんですか、購入したものを。はい、何でものオフリートでも切りたい、切って、留め袖とかにしてもらったり。あと結婚式の衣装も、ね、花嫁さんの衣装も、衣装も全部、皆さんご結婚されるぜひでもこれ絶対着たくなりますよ、みんなさん。いいですよね、なんか手軽に来れるし、テンションが本当上がります。これは日本女子ならず、外国人も絶対喜ぶと思います。わかりますし、ほほ、旅だけちょっとあのレンタルの場合でも旅だけ買っていただきます。そうですよね、旅はそうですよね。草履も貸してくれるんですか。そうですね。おお、一式全部レンタルで28,800円のものがある。2泊3日って歌ってますけど、あのもうちょっと長く借りたいときはご相談していただければ、別に延滞料取らず1週間ぐらいまでいただいいいです、遠出もできちゃうんですね。そうですね、全然大丈夫です。小物も貸していただけるんですか。はい、草履バッグもついて、髪飾りだけちょっとついてないですけど、髪飾りはなくても、なるほど、よかったね。すごい、よかったです、ここ来てよかったです ね。じゃあ写真撮影の風景を、めっちゃ緊張します、こんなのないですから。なんか笑い方も素やかですけど、いつもと違って、もうありがとうございます、もういいですみたいな、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は下北沢紀園さんにお邪魔しました。はい、アンティークの着物がいっぱい揃ってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、待ちしております。待ちしてます。じゃあまた来週。また来週。